気象庁は今日、ラニーニャ現象が続いていると見られると発表しました。ラニーニャ現象が続くと、冬の間は気温が平年より低く、日本海側を中心に雪が増える傾向があることから、気象庁は今後の気象情報に注意するよう呼びかけています。野村さんのリードで 2,3 年生の空も見事決まりましたね、はい、そうですね。これが最後という気持ちも本番で力になったでしょうね。そうですね、はい、小敵隊は今年でなくなりますが、小学校では新たに少人数でもできる和太鼓を始めたそうです。まあ、学校と地域の新しい伝統になっていくといいですよね。 では為替と株の値動きです。画面左は東京外国為替市場今日午後5時時点の円相場です。画面右上は現在の外国為替市場の円相場です。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価は現在値下がりしています。今日も夜になると雨のところがありそう。予報です。週明け月曜日は札幌で雪、新潟は雨が降りますが、その他は晴れるところが多いでしょう。気象情報でした。最近はしめ縄などが売られていたり、もうすっかり年末の雰囲気ですね。この週末は暖かそうなのでちょっと早めに大掃除に取り組もうと思います。いいですね。 BS ニュース 4K プラスふるさとでした。